TNDN の時、 T と D は飲み込みます。Hey guys, it's Yumi from English Bootcamp. Welcome back to my YouTube channel. 皆さんこんにちは。English Bootcamp の Yumi です。今日はですね、T と D のリダクションで飲み込みの TD っていうお話をしたいと思います。で、飲み込むって何っていう話なんですけどね。T の発音に関しては、T の発音は5種類ありますっていう他の動画がね、もう随分前に撮った動画ですけれども、それがあるので概要をさらっと見たいという方はそっちをね、参考にしてみてください。で、以前ね NTND の時は T と D が脱落するっていうお話をしたんですが、こちらのビデオもね、前回前々回ぐらいかなに上げてるので、ちょっとそっちを参考にしていただければと思うんですが、今回は NTND ではなくて TNDN の時です。レオくん、の後に N が来る、チッって音の後に N が来る、または D のチッって音の後に N が来る、なのでチンとかジンって音です。チンジンチンジンですね。でこの場合のこの TNDN っていうのがグシュッとなって、うんっていうね、飲み込んだような音になるんですね。うん、何それ、そんな音あったっけっていう人ね、具体例を挙げますね。子猫ちゃん、子猫はキッチンです。キッチンっていうふうに、全部発音すればキッチンなんですが、実際はキッン、キッンっていうふうに発音します。T 聞こえてこないでしょ。T のチっていう、もう舌で天井をパスッとこう弾くことはしないで、キッの後にそのまま、うんって飲み込む感じです。こう、なんか飲み込む感じね。こう何でもいいんですけれど、錠剤とかタブレット、みたいなサプリみたいなのをこう、うん、って飲み込む感じ、それをイメージしてください。キッンです。キッチンではなくてキッンキッンキッンキッの後にもうんが来る感じですね。でこれね、このパターンいっぱいあるんですね。例えばこういう名詞でも脱落っていうのが普通に起こって、マンハッタンですね。マンハッタンはマンハッタンですけど、ハッチン、チンっていうふうに発音しないで、ここを飲み込んで、マンハッタン、マンハッタン、マンハッタンっていうふうになります。まあ、長い単語だと、マンハッまで聞こえてきたら、マンハッタンかなっていうのはわかるかもしれないですけれど、短い単語でこの飲み込みが入ってくると、聞き取れなかったりするんですね。なのでこれね、慣れましょう。この北米アクセントの割と特徴です。ほとんど普通の会話の時はもうこうやって飲み込みます。キッチンって言わずにキッンですね。マンハッタンではなくてマンハッタンです。あとは動詞の過去分詞形。例えば、書くっていうね、小説を書くとか文章を書くっていう write ってありますよね。あれの過去分詞形は written ですよね。来ましたよ、written が。written ですけど、実際は written となります。written, written, written です。ri の後に、うんって飲み込む。ね、r が来て、うんって飲み込みなので、結構ハードルの高い、単語だと思います。これ発音するのは。他にも、例えば dn も同じです。tn と dn 同じです。garden, garden, garden ではなくて、garden, garden, garden, gar の後に、うんです。garden, garden.ですね。うん、で人の名前で例えばマイクル・ジョーダンとかっていうね、ジョーダン、ジョーダンっていうふうに D を発音してもいいんですけど、ジョーダンっていうふうに飲み込む場合もあります。ジョーダン、ジョーダン、ジョーダン、もうね、ジョーしか聞こえてこない感じなんですよね。ジョーダン、ジョーダン、ジョーダンですね。ね、あとはゴードンさんとかね、ゴーダン、ゴーダンですけど、これも飲み込みで、ゴーン、ゴーン、ゴーンっていうふうになります。うん。で、自分が発音できた方が、やっぱり聞けるので、レオくん何ですか？なんかレオくんがね、ニャーニャー言ってますね。
なのでぜひね、練習してみてください。で、自分が言えるようになるとネイティブの人がこう飲み込みでリダクションしてわーって喋っても聞き取れます。ってことにはならないです。じゃあちょっと練習してみましょうか。じゃあまず子猫ちゃんからいきましょう。ケッン、キッン、リッン、リッン、マンハッタン、マンハッタン、ガーデン、ガーデン。じゃあ今度はね、フレーズで練習してみましょうか。子猫が欲しいですね。子猫が欲しい。I want a kitten. I want a kitten. Kitten. I want a ではなくて、ここはリエゾンしてくださいよ。I wanna, 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 I wanna, I want a kitten. じゃあ今度はちょっと長いですよ。長いですけど、そう難しくないです。いきますよ。この物語はフランス語で書かれています。This story is written in French. This story is written in French. Written in, written, written で飲み込んで次 in とリエゾンします。Written in, w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 ritten in French.This story is written in French. This story is written in French. はい、どうですか？ね、リダクションとリエゾンっていうのは同時に起こることも多いので、で、音が変わって脱落して、その上でまた別の音とつながっていくので、もともとのその音っていうんですかね、このこういう音だって思ってる音と違う音になってしまうんですよね。これがやっぱり英語の聞き取りっていうかリスニングをね、難しくしている一番最大の理由だと私は思います。うん、なのでまずリダクションとリエゾンのルールを知るっていうことと、それに慣れるって聞くだけじゃなくて自分も言うことでその定着させる。そうするとね、リスニングがぐっと上がっていきますね。ちょっとしたことですけれどもね、本当に毎日ちょっとでもいいので練習してください。 written, written, written とか kitten, kitten, kitten、ね、written in French, written in French とかってやってるうちに、だん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 こうこの辺がね、慣れてきて、だんだんそのつながってる形っていうのが自然な感じになってきて、脳にこうインプットされてくると、今度 written in French みたいにブツブツっと切って言われると気持ち悪くなっちゃう、なんか違和感っていうふうになるので、その違和感ってなるまで、体に染み込ませるように練習してみてください。今日は TNDN のね、この飲み込みのねお話でした。何か質問とかコメントとかありましたら、下のね概要欄にね書いてくださいね。 OK? See ya! Thanks for